はい、はい、早いですね、もう終盤 で、 そうです、ね、外では風がビュービュー言ってますが、あのね、僕ちょっとこの間ね、うん、まあ、あなたの先ほど話したセミの、うん、雨の日泣いてないんちゃうか的な話、うんうん、波に、うん、雨の日に僕ちょっとすごい感じたことがあるんですよ。ほう、僕ね、普段ね、切なさとか、あの切なさとか寂しさとか、うん、あんまないんですけど、あの普段ね、荷物を持つのが嫌いなんですよ、うん、まあ、持つのは嫌いだけど、でもできるだけいっぱいの荷物を持ってたいっていう矛盾を抱えてるんですよね。欲しい時に物はあって欲しいんだけど、でもこうなんか手をこうね、カバンをかけるっていうのはめっちゃしんどいんで、ね、うん、結構あのガラガラコロコロ、はい、コロコロキャリーバッグね、キャリーバッグをね、うん、めちゃくちゃ使うんですよ、うん、いつもやわ、あの1泊2日レベルのサイズ、日本国内旅行、はいはい、あれレベル、僕なんか機内持ち込みカーのサイズやね。そうですね、だからもうその辺で歩いててガラガラガラとしたら、まあ俺かどうかぐらいの感じぐらい、もう僕はいつもコロコロしてるんですけど、でもね、も自分の家から最寄り駅まで、うん、コロコロさすとね、うん、駅着いた頃ね、手がね、振動病みたいにもうブルブル震えてて、めちゃくちゃ手が痛くなるね。コンクリの上ゴロゴロするから、うん、だからどないかならんかなと思ったら、うん、たまたま僕の自転車の前かごにポッと置いたらスコッと入って、うんうん、あの自転車にコロコロを乗せて、うん、駅まで僕行ってるんですよ、はいはい、でたまたまこの間雨降ってたんですね、うん、でその日俺なぜか雨の日に、うん、新しく買いたてのね、うん、白のズボン履いてたんですよ。ほう、うわ雨やのに、うん、白のズボン履いてもたと、お乳やし白やし白やしと思ってね、うん、もう帰り際やったんで、うん、息は降ってなかったんでね、うん、で帰り駅着いてから、うわどうしようと、うん、これ駅からも宅で帰ろうかな、おう、もうチャリンコ置いてズボン守るために、ズボン守るためにと思ってるけど、長ズボン守るために白の長ズボン守るためにね、うん、タクシー乗ろうかな思ってんけど、うん、いやでもタクシー分の金ももったいないなと、うんうん、で自転車またいつ取りに来んねんと思って、うん、もう一か八か、うん、チャリンコ漕ぎながら帰ろうと、うん、思ってね、傘さしてね、うん、でガラガラをカゴの前ポンと置いて、うん、傘ポッと持ってチャリンコプーって漕いだんですよ、うん、じゃあ、うん、びっくりすることにね、うん、全くズボンが濡れないんですよ。ほう、なんでかわかります？避けた。あのね、カゴにカバンを置いてるから前から来る雨がね、うん、全く自分の足元に来ないんですよ。そんなもん？そんなもん、びっくりするから。へー、で俺傘先でうわすげえ思いながら、全くだ、でもねパッとその日ふっと思って、幸せな人やな、ゾッとした、うん、ゾッとした、ゾッとした、その時に何ゾッとした、こんな降ってんのに俺のズボンが全く濡れないってことは、うん、俺のキャリーバッグは今もう全身で雨を受けてるわけだよね。はい、でもまあいいわよ、キャリーバッグは乾かしたら、うん、あのお母さんが自転車に子供乗せてるやつあるよね。あれってお母さんの後ろに乗せる形と、うん、お母さんの前に座らせるタイプと2タイプあるやんか、うんうん、しかも前に座る子の方が幼いよね。うん、そう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 。お母さんが目にね届く範囲にないとあかんってことで、うん、であれ時々アクリル板みたいなんで子供の前にガードする感じでね、うん、あるやつもあれば本当に椅子だけのやつあるよね、うん、あれでね雨の日、まあ、お母さんはこぐの必死かもしれへんけど、子供は子供で、全身で、受けてるんやなって思った瞬間、俺ゾッとして、これ、お母さんは気づかへんわけよ。だってお母さんはひたすら前向かってるからね。で、なんか子供はもう、ブーいう顔しながら絶対耐えてるわけやんか。なんか、この子家帰ったらやたら機嫌悪いなみたいな、お母さんからしたら。なんでよと。私は一生懸命こいだし、うん、傘もさしてあげたのに。なんやったらカッパ着てたでしょあなたって感じやけど、お母さんが濡れてない。お母さんが濡れてないのは全部その子が受け止めてるわけやんか。ってなった時、ちょっとゾッとしたっていうね。まあ、うちもこの間車乗りながら、うん、運転してる、自転車の運転してるお母さんみんな友達とおってんけど、うん、ただやっぱすごいなって思った。うちらは今雨の中車の中おるけど、うん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 、自転車しか交通手段がないお母さん方は、はい、前後に子供乗せて、そんな、だってもう雨の日って自転車一人でも乗るの嫌じゃない？嫌で、
っていう戦うお母さんの話でした。そうそうそう、お母さんが戦ってんちゃうからね。一番前の子供がだから戦ってるっていうところ、次男坊が一番戦ってない。そう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 、長男が一番ね楽なんですよ、後ろで言うて全く濡れへん。だって子供、次男、お母さん、自分の順番やから、一番楽しいのはね、一番後ろの席ですね。ですね。はい。私そろそろお時間なんで、はい、告示するはずがもう過ぎちゃったんで、ささっとすると、はい、まあ、前回も、まあ、まあね、お伝えさせてもらって。大事なとこですね。はい。8月24日。8月24日。はい。ヒルズパン工場さんで、はい、関西デラックスという関西のね、はい、アーティストさんがたくさん出るイベントに、はい、私たちスカートも呼んでいただいたんで、そこで、初の、はい、完全体バージョンでライブをさせていただけますので、はい、8月のご予定まだちょっと心寂しいなという方はカレンダーに丸をつけて、はい、でチケットは取り置きのみになってますので、はい、Facebook メッセージ、はい、Twitter メッセージ、はい、あと info@skyart-soraero.com っていうね、うん、スカイアートのオフィシャルメールがあるので、はい、そちらに、お問い合わせいただければ、チケット。何て言ったらいいかな。8月24日のチケットについて。チケット欲しい。もうチケット言ったら反応する。もう8月24だけでもいいかな。ね、8月24って当然言っていただければ、はい、何かしらのアクションを変えさせていただきますので、ぜひ、ぜひともね。はい。私たちの完全体を見に来ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。さよなら。さよなら。